そして6工程西岡成美が6コース、定番通り3対3のスタイルです。第6レース予選競争昼時ピンクル、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。2コース4コースがスタート優勢、1マークへと向かいます。インからは1号艇戸塚が伸び返す、2号艇木端がここは差しに構えて内をつくのは3号艇5号艇4号艇バックストレッチに入ります。ここは踏ん張ったか1号艇戸塚国吉が単独先頭、2番手大激戦5号艇鈴木重隆に内から接近3号艇森博之と6号艇西岡成美、後方4号艇2号艇第6レーススタート整量です。完全に独走態勢は1号艇戸塚国吉、2番手争いは内から6号艇先手を取った西岡、握った5号艇鈴木重隆に切り込んだ3号艇4号艇ホームスレッチに入ります。ここはセンターから3号艇森博之が2番手に、6号艇西岡成美3番手、上位体系は1番3番6番、レースは2周目に入っています。2周1マークから向こう上面焦点は2番手争い3号艇森博之の外、握って回って6号艇西岡成美がぐっと差を詰めようとしますが、2番手2艇身リード3号艇森博之、上位体系1番3番6番です。ここで4番手以降少し差がついて4号艇5号艇2号艇となっています。1番3番6番の体勢2周2マーク、先頭でクリアは1号艇戸塚国吉、3号艇森博之が2番手、6号艇西岡成美3番手、上位体系1番3番6番、最終出荷に入っています。スタートは後手に回りましたが1マーク先に回ってそのまま押し切っていきました。1号艇戸塚国吉3周1マークから向こう上面、3号艇森博之2番手、6号艇西岡成美3番手、上位体系は1番3番6番、後方ばらけました4号艇藤岡俊介、5号艇鈴木重隆、2号艇木端淳也と続きます。これで後半レースを前に乗るまた達成か、1号艇戸塚国吉ラストコーナートップでクリア、3号艇森博之2番手、6号艇西岡成美3番手、上位体系1番3番6番で第6レースゴールです。先頭1番戸塚五輪、2着3番森、3着6番西岡五輪、4番藤岡5番鈴木、ラスト2番木端五輪。以上尼崎第6レースでした。第6レースの着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着6番、以上でございました。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。